ヒューガワハイジアとは、京都府常用市ヒューガワ小宮にある古代寺院跡。国の史跡に指定されている。旧山和街道沿い、久津川古墳群の中心付近に位置し、赤塚古墳に接する。現在は、史跡公園として、ガラン中心部の塔跡と、近道跡のみを残し、それ以外の地域部分には、民家が建っている。祖跡や、木壇の復元はなく、建物跡は、 土壇で確認できるのみである。石氷河原西川の東跡付近の土壇奈良時代、中頃に創建され、かつては山城国分寺に匹敵する奈良時代の南山城地域を代表する大規模な寺院だったとみられる。塔や近藤などの中心建物が火災で消失し、その後再建されることなく、平安時代初期に廃絶したとみられる。文献に記載がなく、 テラ名は地名を取って名付けられた。1975年11月25日に史跡に指定された。1943年頃、河原が出土することから、ジーンアトとして注目され始め、1966年の発掘調査で建物の河原石機器団が検出された。続いて、1972年から1974年の調査では、 塔と近道の河原石基団が検出され、さらに、これらの建物を取り囲む、回廊を、地域を区画する追事も確認された。ガラン配置は、西側に塔、東側に近道を配置する、放流寺式と考えられる。行動や注文は確認されていない。塔、近道を囲む回廊は、東西約81メートル、南北約72メートル、地域は、 東山約175メートル、南北約115メートルと推定される。地域西側に、東や近道の中心建物、東側に付属建物を配置していたとみられる。東の基段は、直径20センチメートル前後の河原石を建て並べた、上に平瓦を横積みにした河原石基段で、一辺が17.2メートルあった。近道の基段は、 塔と同じ河原石基壇で東西が22.5メートル、南北が17.2メートルあった。基壇の南辺は奈良時代末から平安時代初期に南側へ2.2メートル拡張されている。基壇上では礎石の据え付け跡が2箇所検出された。出土した河原から草剣は奈良時代中頃で奈良時代末から平安時代初期に修理が行われていることがわかる。 しかし、修理駒もなく、塔と近藤は火災により消失し、寺は、その後再建されることなく、姿を消してしまったとみられる。日向は廃寺跡の西側築地の外側で、赤塚古墳が見つかった。築地はこの古墳を壊さないように古墳を避けて、巡っていた。古墳は、すでに墳丘のほとんどを削られていたが、南側に作り出しを持つ直径。 約22.5メートルの円墳で使用された埴輪から5世紀後半の築造と考えられる。ありがとうございます。